皆さんこんにちは。シャドーバースプロダクトマネージャーの森です。この動画では7月30日に発売予定の第4弾構築済みデッキの魅力をご紹介します。第4弾構築済みデッキは全8クラスあり、各デッキクリスタル800個で購入できます。毎日更新中のこの動画も今日で最終回です。最後はネメシスクラスのデッキ鋼鉄の戦士をご紹介いたします。ネメシスが構築済みデッキに初登場です。レジェンドの雲霊の春秋シルバデウスエキスマキナが組み込まれているデッキとなっています。注目のカードはこちら、イラスト違いの次元弾です。このカードはシャドーバースをプレイしている方なら誰もが持っているネメシスクラスのベーシックカードです。構築済みデッキを購入していただくと、ベーシックカード次元弾のイラスト違いのノーマル版、プレミアム版がそれぞれ3枚ずつ手に入ります。さらにこの次元弾のイラストが描かれたエンブレムとスリーブも手に入ります。それでは改めてご紹介させていただきます。第4弾構築済みデッキは7月30日に全8クラス発売予定です。どのクラスもクリスタル800個でそれぞれ1回まで購入できます。本日はネメシスの構築済みデッキ鋼鉄の戦士をご紹介いたしました。毎日更新してきたこの動画、皆さんいかがだったでしょうか。明日の発売をお楽しみに。それではまたの機会にお会いいたしましょう。またね。